皆様こんにちは。ミセスユニバースジャパン2021ファイナリストの久保田恵美でございます。神奈川県横浜市在住37歳、4歳児の母でフリーのカメラマンをしております。赤ちゃんから子供、ご家族まで優しい雰囲気の写真を得意としています。実は私は半導体メーカーの総合職でした。次のキャリアは海外赴任。既婚者の私は退職をしました。幸いすぐに娘を出産して専業主婦として子育てに専念をしていました。そんな中、娘の子供の写真が楽しい、もっと上手くなりたいと、深夜子供が寝てから、当時は国内でオンラインレッスンがほぼなく、海外のフォトグラファーレッスンを受けてカメラマンになりました。現在は横浜でスタジオをしながらママたちにお写真も教えています。子育て経験を生かしながら、ご両親様が喜んでくれる写真を、柔らかく優しい雰囲気で将来自信になる写真を残しています。これからなりたい私は、写真のパワーで女性と子どもの幸せの形をもっと応援することです。現在写真レッスンは国内での活動ですが、これからは世界にも目を向けて、恵まれない地域にいる女性や子どもを支援する活動を行います。29歳で行ったインド旅行で、ストリートチルドレンが窓を叩いてきました。若かった私は当時ただ怖いと思いましたが、母になった今、その女の子が置かれている環境について、私ができることがたくさんあると感じています。私は今、日本で余っているカメラを使い、写真を教えることで、写真をコンテンツとして販売する仕組みを作りたいです。写真の力で人が安心して笑って過ごせる毎日を届けたい。女性の社会進出を後押ししたい。子どもたちが幸せだなと実感できる毎日を届けたい。それが私です。どうぞよろしくお願いいたします。